どうも赤ちゃんです。今日はですねこちらです。この前僕が購入した、ZOZO タウンで購入しましたジョンブルのワイドパンツですね。少し丈が短めのワイドパンツと何が合うのかなと思っていろいろねまたこの辺りで着てみたいと思います。まあ僕自身の記録動画でもありますが、まあね今年ね多分こう薄手でワイドで丈短めみたいな感じのパンツがねいいんじゃないかなとか思うので早速履いてみたいと思います。では行ってみましょう。はい、準備の方できました。まあ、今回も僕なりの着こなしなのであまり型にはまらないような感じがいいかなと思って、まずこんな感じですね、この前購入したジョンブルのワイドパンツです。丈はねかなり短めですね。で腰で落として履いてるような感じです。すごくワイドな感じで、今回ね最初はエアフォースワンにJW アンダーソン、ユニクロ JW アンダーソンのストライプシャツを着てみました。で中はねこれですよ、これです。 JW アンダーソン、ユニクロ JW アンダーソンのプリントティー、やっと大活躍って感じじゃないですか。こういう風にね開けてきてもかっこいいかなとか思って、少し崩し気味に最初はこのパンツで合わせてみました。あ、これ好きですね。じゃあ次はですね、この前このパンツを購入した時にこのねモックネックニット着てたんですけども、これも抜群の組み合わせなの でカラーものもね、夏になるに、まあ、従って合わせやすいんじゃないかなと思います。今日はねあんまりカラーものは持ってこない予定ですが、まずこういった感じ、このパンツやっぱり万能ですね。今年こういうワイド系で丈短めでこうね薄い感じのパンツがよく出てくると思うので、まあこんな感じの仕上がりになります。まず1つ目です。で2つ目がですね、まあ普通のグレーの T シャツですね。これはユニクロ U の T シャツなんですけども、足元を少しね変えてみました。バンズのエラにしてみました。まあ、これだけでもね夏涼しげですしかっこいいかなと、僕はシンプルでいいかなと思います。ただねまだまだということで、まだまだ春なのでここにですね僕はねロングコートを合わせたいなと、ロングコートをぜひぜひ合わせたいなと思って、まあ、こんな感じどうでしょう。型にはまらないような感じの緩いような雰囲気になるような気がしますが、まあファッションはねほぼほぼ自己満なので自己満足なので、どうでしょう、このね緩めのね素材、薄めのパンツいろんなブランドから出てると思うんですけども、かなり重宝しそうな気がします。今年の春夏より緩くなるような感じですね。ただオーバーサイズ、ビッグシルエットまではいかないような感じだとは思いますが、いかがでしょうか。これはねニコ&ヌメラルズの、ステンカラーコート、ナイロンのコートですね。今年やっぱり春ロングコートいいんじゃないかなと思います。まあ、中 T シャツでもこういう風にね薄手のコートだったら春まだまだこれから着られると思うので、こんな感じもかっこいいんじゃないかなと思います。でここで僕はコーチジャケットもね僕いいと思います。コーチジャケットも個人的に好きなので、やっぱりですねロングコートに対して、はい、コーチジャケット着てみました。ずいぶんね雰囲気変わると思います。これはこれで好きです。さっきのロングコートもう結局素材もナイロン系なので、もう長いか短いかだけでずいぶんねやっぱりファッションって変わるので、これはこれでいいですね。これで例えば別に僕はねエアフォースワンとか合わせてもかっこいいかなとは思うんですよ。ちょっと履いてみましょう。はい、エアフォースワン履いてみました。こういった感じですね。僕はね今年はあえて革靴も、もし買うんだったらポストマンシューズとかかっこいいかなと思うんですけども、今年は多分ねスニーカーでいくと思います。まあこんな感じで、ワイド系のパンツでコーチジャケット合わせてスニーカー変えるだけでまたね違う雰囲気になるという感じですね。でこれをね合わせてみたいんですよ。これです。これ着てみます。はい、着てみました。このねユニクロ U のボーダー T はかっこいいです。もう夏このスタイルで早く歩きたい、これ
これ好きですね。やっぱこのパンツはですね、きれいめのこの T シャツにもカジュアルな T シャツにも合うなと思って、ほんとね、このかなりワイドで丈も短くて緩い感じの素材なんですけども、このパンツなかなかいいです。ほんと多分今年こういうパンツ、まあもともと去年ね、女性がこういうパンツ履いてたような気がするんですよ。やっぱりね、女性に追いつくような感じで、メンズもですね、ファッション的には展開しているのかなって感じます。でここでね、僕またねこれを着たいなと思って、これを着ることでこの春から夏前にこの春いけるんじゃないかなと思います。これからのシーズンバッチリじゃないですか。すごく雰囲気的にもいいような気がする。この雰囲気は僕大好きですね。でやっぱりね、ファッションで僕もそうなんですけども、多分ね1年2年周期で僕は全体的にファッション的には変わるんですけども、最近スパンが短いような気がする。でもこういったようなね、シルエットも新しい感じで取り入れてみております。まあね、普通にこの前購入した GU のデニムとかでもいいんですけども、あえてこういう風なね、緩めでゆったりしたパンツもいろいろ挑戦することで組み合わせの幅が広がっていいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。このロングコートが万能っていうね、またまあ最後なんですけど、ちょっとカジュアルにいきたいと思います。ちょっとその前にテバのサンダル履いてみました。このテバのサンダル、まあ、真夏だったらね、もしかしたら裸足の可能性は大なんですけども、やっぱりこのパンツのね、組み合わせいいじゃないですか。でこのちょっとリゾート感のあるボーダー、これ好き、かなり好き。ということで最後はね、この半袖スウェット着てみたいと思います。このテバの組み合わせいいな。はい、最後組み合わせてみました。最後はね、ちょっとよりカジュアル系の、カジュアル寄りの組み合わせをしてみました。このね、パンツがね、ほんと何でも万能に合うなっていうような感じ。この半袖スウェットユニクロ U なんですけども、むちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思います、この組み合わせで。中はね、まあ一応ね、これサーマル着てみましたけど、まあ別に着てなくてもいいんじゃないかなと思いますね。これから春に向けてこんな感じでもすっきりした印象でもいいんじゃないかなと思います。やっぱりこの半袖スウェットってなかなか使えますね。このパンツがより生きるような感じ、このゆるさが好きですね。結構太め、かなり太めですね。で僕身長171でかなり腰で落として履いてるんですけども、まあ裾感的にもこういったイメージですね。うん、これも最後いいんじゃないでしょうか。カジュアル系で、まあ、一番好きなね組み合わせはそうだな、まあ、シンプルにこの T シャツ、まあこのボーダーに、まあ、このパンツと、まあ今だったらね、このロングコートがかなり好きな感じでした。でやっぱりね、まあバンズのエラだとかエアフォースワン、テバのサンダル、もう最高、最高です。まあ、今年はあえてね、こう、またね、革靴っていうのをわざと持ってこずに、スニーカーで乗り切ろうと。で、まあ、来年あたりは、そろそろ革靴で、ポストマンシューズもいいんじゃないかなと思っております。という形で、最後またね、元に戻りたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、こちら、この前購入した、ジョンブルのワイドパンツ、ウール素材で、まあ、かなりワイドなシルエットで、まあ、丈も短めのワイドパンツに何をね、僕自身合わせようかという、まあ、個人的な動画でもあったんですが、いろいろ組み合わせてみました。一番やっぱり好きだったのがロングコートとの組み合わせが今のところ一番好きなんじゃないかなって個人的に思います。あと足元なんですけども、今年はね、僕はスニーカーを履きたいっていうことで、スニーカーの方こちらですね、このエアフォースワンとバンズのエラでいろいろ組み合わせてみようかなとは思って合わせてみましたと。まあね、革靴とかも僕自身も去年ね、いろいろ探したんですけど、結局なんていうかな、自分の中でいいものがなかったんで買ってないんですが、まあまた来年か今年の年末かには一足ね、何か欲しいかなと思います。まあ今日はこちらのジョンブルのパンツ、ワイドパンツに
何を合わせたら僕自身何が一番好きなのかなという動画でございました。ではこんな感じで終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。パンツは今年はワイド系が個人的には好きです。